なんかすごい甘い香りで、なんかこう休みの日リラックスした状況で香れるとよりこの香水の良さが引き立つかなと思いました。海辺にこうたくさん、なんかこう地元の海が見えるカフェみたいな、ヨーロッパの、その、まあ、海の景色とか緑だったりとか海だったりとか、そういう条件が浮かんできます。休日の日ですかね、僕がくっつけるのは。ちょっとこう気分転換というか、ある意味でスイッチを、まあ、オンにすることもできるし、オフにすることもできると思うので、僕自身は休日の日に、はい、リラックスできる香りを、選んでます。旅が好きなんで、日本でも外国でもどこか行ったことない場所に行ってみたいと思います。夏休みの忘れられない思い出は、高校1年生ぐらいの時にほぼ毎日海に通った。1日か2日行けなかったことがあったんですが、それが全部夢になって、海の家のお兄さんにキムチチャーハンみたいなの食わしてもらってたっていう思い出。海、まあ、どっちも好きなんですけど、これから夏なんで海行きたいなと。Dion Riviera.